一中五月は南北朝時代に活躍した伝学帽子。別名を石松。当時を代表する伝学の名人であり、猿学を大成した鏡、ゼアミフ氏に大きな影響を与えた。鬼など各種のモノマネ芸に通じさらに毎回有限の風を兼ね備えた名人として、ゼアミが風刺家伝で、この道のせい、三道で三体相応の達人と絶賛している。 伝学とは、もともと田植えに際して、それを生やした民間芸能が、平安時代に、唐から渡来した、猿学系の曲芸的な技を受け入れて専業化した、ものとされる。猿学とは互いに影響を与え合い、猿学能、タラガノとして、共に、能の名で呼ばれた。猿学より早く、芸能集団としての、座を組織し、南北朝期には、京都白川の本座、 奈良の新座が知られていた。南北朝期タラガノーは猿楽を圧倒して最盛期を迎える。北条高時のタラガグ類は、太平記において、国名に描写されて有名だが、そんな時代を担った名人が一中であった。伝学本座所属の役者として活躍して高い評価を受けていたことが、世阿弥の著作などで知られている。太平記などには、 昭は5年に大規模な肝心連絡が模様されたことが記録されている。これは京市城橋の建設の資金集めとして興行され、市上河原で本座、新座両座の出演で行われたものであり、将軍、足利高氏、関白二条、吉本なども感激に訪れている。 当時の田楽の人気の高さを示す興行であるが、出演した地語のアクロバティックな芸が観客を熱狂させた、あまりに観客席のサジキが倒壊して死傷者が出たことで、サジキ崩れの脳として現在では知られている。一中もこれにトップバッターとして出演し、新座の花屋社なる役者と恋の立て合いなる曲を共に待った。これは、立て合いと呼ばれる。 二座の役者が同時に同じ曲を待って、その出来を競い合うという趣向であり、役者同士の真剣勝負というべきものである。曲は進み、恨みは、末も通らねば、という見せ場であっただろうセリフに二人が差し掛かった。ところがそんな重要なセリフの途中で、一中は突然咳払いをして、扇を取り直して、汗を拭い始めたのである。これにテンポを乱された、花屋者は、 この肝心のセリフを言い損ない、大恥をかいてしまったという。以上は、猿楽談義に紹介されるエピソードである。後のゼアミも、セッ猿楽のエナミと縦合いで、沖縄を待った際、突然ピタリと舞いを止め、それに対応できずそのまま舞い続けたエナミに恥をかかせている。縦合いは、役者同士の真剣勝負であり、このような相手からの仕掛けに、遠い側面に対応して見せてこそ、 優れた役者であるとゼアミは語っている。上の一件は、遠熟した名人であった一中が、花屋者を圧倒したものと言うべきであろう。上落記によれば、田楽石松法師こと一中は、文那三年五月に死去したとされる。猿楽談義によれば、鏡は彼のことを、我が風太の死と呼んで傾倒していた。またゼアミに、大きな影響を与えた。 大見猿学の犬をも彼から学ぶところが多かったようで猿学、伝学という枠を超えて名人として数形されていたらしい。ゼアミ自身は彼の手芸には接していないが幼少期から佐々木同様、エビナ南アミといった優れた感傷眼を持った人物にその素晴らしさをたびたび聞かされ尊敬の念が厚かった。この道のせ三体相応の達人と評したことは 前に述べたが、猿楽団義冒頭でも、木網、犬王、冠網と並ぶ、東道の先祖4人の筆頭格として名を挙げている。世ミの目指した名人像の一つであり、脳の芸術的発展にも大きく寄与したと言える。ありがとうございます。